静母大橋静母大橋は岐阜県中津川市と長野県木曽郡奈曽町の木曽川に架か,かる国道の橋である。開通当時は長野県木曽郡山口村と奈曽町を結ぶ長野県内の橋であったが2005年山口村が岐阜県中津川市に編入されたことにより現在は岐阜県と長野県の県境の橋になっている。明治時代 高専道の改良工事が進められたが、孫目め塾、つま塾付近の勾配が激しいため、それを迂回する道として1892年に、木曽川沿いに振動が開通する。1955年の山口ダムの完成のため、水没し、トンネルへの付け替えが行われた。昭和40年代以降のモータリゼーションによる交通量増加で慢性的な渋滞が発生したため、 旧中央本線の跡地を利用したバイパス建設が着手される。このバイパスに接続するために新たに架橋されたのが静母大橋である。上流約1キロメートルに山口ダムがある。ダムの下流には八幡橋という橋があり、山口ダムにより水没した旧国道19号と接続していたが、現在は通行できない。ありがとうございます。